い、皆さんこんにちは。今日もアバーブスネックスやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回狩人のおじさんから剣をもらって弓を作れるようになりました。今日はその続きで、まずですね、このプロテクションということで、まあ防具を作れということです。それのためにはまず動物の皮を、加工してレーザーにしないといけませんよということで、レーザー作っていきましょうかね。全部変えちゃっていいかな。とりあえずレザー5個。そしてこちらレザーのストリップスかな。こちらの方を作りましょう。これを作ることによって、まずは靴が作れますね。あとはファブリックがあれば、この洋服の方も作れると。まずちょっと靴作っていきましょうか。自分が今装備してるやつは違うのかな？こちらですね。あ、ローブだからちょっと違うんですね。ということで、こちら靴だけとりあえず装備しましょう。そしてですね、ファブリックが必要なので、コットンの方をちょっと集めてきます。さあ、コットン集めてきましたので、作っていきましょうか。まずはファブリックですね。こちらの方が何個必要なんだ？ 3 つということで、あと1個。これで、こちらの服が作れて、さらにですね、レザーが足りない。レザーがあと1個あれば、こちらの方のレザーアーマーの方が作れるようになります。ということで、ちょっと鹿さんの方を1匹買ってきましょうかね。さあ、ここに鹿さんいますね。右クリックで装備して、右クリックを押すと撃つと。あ、やばい。木が邪魔だ。あ、やばい。外した。これ難しいんですよね。よし、クリティカル出ました。弓矢の方がかなり少なくなってきましたが、まあ仕方ありません。これで肉、そして皮ですね。取れましたので、一つだけあれば十分なので、これを持って作りに行きましょう。矢の方はまた、補充しないとダメですね。1回で15本作れるので、まあなんとかなるでしょう。さあ、レザーに変えて、そしてこちらですね、レザーアーマーの方に変えていきましょう。よしよし。これで防具の方は全部できましたね。装備していかないといけないと。こっちの方ですね。ギアレベルが2のものとなっています。防御が3と健康が5って書いてありますね。ということで、こちらを装備すると。よしよし、ギアレベルが合計今9になってるのかな？装備的なものは、まあわからないな。で、この今まで着てた初期のローブがいらなくなったので、これは置いていきましょう。よしよし、結構いい感じになってきましたね。こんな感じでちょっと夜になってしまいましたので、一旦ですね、朝を迎えましょうか。さあ、ではですね、朝になりましたので、まずマップの新しいやつですね。あ、トレーディングポスト。兄弟かと思ってましたが、兄弟じゃなくてちゃんと交易所があるみたいですね。よし、これを解放しましょう。こちらの方はなんだろう、砂漠みたいな、ちょっと枯れたところなのかな？あ、ただ、どうなんだ？つけることができませんね。まだ早いのかな？あ、ここ行けるのかな？あ、行けましたね。大丈夫でした。ちょっと赤が出てたのでダメかと思いましたが、ちゃんと行けましたね。よしよし。では、あそこに行きましょう。マップ的にはこのまんま行く感じですね。ゾンビさんがいたところを、どうなんだ？復活してるかな？ゾンビさん復活してたので、前は倒したんですけど、あ、大丈夫ですね。今回もいないと。ついでにコットンも少し取れたら取っていくか。よし、コットンもちょっと漁っていきましょう。あとは大丈夫かな。これがロープを作るために必要なものですね。まあ、こんなもんかな。よしよし。では、こちらの交易所に行って、この箱ですね。箱を渡していきたいと。どこだ？人、おじさんか誰かいるかな？あ、いつものように。ちょっと箱を漁っていきましょうか。オイルランタン、お金、そして、あ、鍵だな。鍵もらえましたね。よいしょ。これなんか盗んでるような感じするけど、いいのかな？よいしょ。はい、水もゲットです。馬は、あ、
ファストトラベルができるみたいなことが書いてありますね。急ぎ旅と。馬を使って世界の特定の場所に高速移動できます。これらは、馬が取り付けられたヒッチポストによって示されますと。ファストトラベルのロックを解除するには世界中で2つ以上のヒッチポストを見つけてくださいと。自宅にヒッチポストを構築することもできるので注意してくださいよということで、まあ自分の家にもここの馬をつなぐところを作れば、馬に乗ってファストトラベルできますよということを言っていますね。よいしょ。さあ、他はどうかな。大体取ったかな。あ、鍵がめちゃくちゃあるな。よしよしよし。これで OK。で、ここの交易所入っていきましょう。おー、いますね。人いますが、このおじさんと話してみよう。さあ、こちらの方はトレーディングポストへようこそと、どうすればお役に立てますかということで、質問をすると商品を見ると。質問からしましょうか。こちらの方はいつも喜んでお役に立ちますよと。あ、選択肢増えましたね。まず、スタークの小包を渡す。2、地域のニュースを聞いてください。3、受信メールについて問い合わせる。さよならを言うということで、まず、イベントから終わらせていきましょう。この小包を渡していきます。よいしょ、これで OK なのかな？さあ、そして次にニュースを聞く。この地域のニュースを聞くということですね。この周りで起こっているクレイジーな出来事については聞いたことがあると思いますかと。ちょっと Google 翻訳なんだね。から変な感じですね。危険から遠ざかり自分の仕事に集中していますと。まあいいか。ここらはもういいですね。適当に答えて、あ、手紙が来てるって言ってるのか。これは重要だな。一番最初にいた、なんだろう、暗長でしたっけ？名前を覚えてませんが、そいつかな。違うな。アイ、ヤナ。書いてあるな。あ、マイネームイズです。アイアナだから。あ、この人の名前が、アイアナですね。ということで、とりあえず、はい、こちらです。あなたの名前がありますよ、ということで、外のテーブルの上に置いてありますよ、ということなので、ちょっとテーブル見ていこう。これか。よし。手紙がもらえました。はい。アイアナさんへと元気でいることを願っています。私たちの村はこんなな状況にありますので、あなたの助けを借りたいと思います。できるだけ私たちに早く会いに来てもらえますかと。あなたの友達、シャヤンって書いてありますね。誰だろう、シャヤン。ちょっと記憶にないな。ということで、次のタスクが出ました。村を探せと。友人のシャヤンが私に助けを求めていますと。チェダー、村の彼女を探しに行く必要がありますということで、まあこのチェダ村を解放しないといけないのかな、そういうことですね。で、荷物を渡したので、これでハリウッドのおじさんのところですね、行ってタスクを終了させてきましょう。さあ、おじさんのところに戻ってきましたね。これでおじさん信用してくれるのかな。さあ、これで OK ですね。交易所に小包を持ってきてくれ、持って行ってくれましたかと。覚えておいてくださいよと。あなたがそうしたかどうかは最終的にわかりますからねと。まあ、ちゃんと持っていきましたよね。まあ、とにかく助けてくれてありがとうと。外には古い、刀があります。もしよかったら何かに活用できるかなと言っていますね。このピカピカのやつはどうなん？あ、レアキーが必要なんですね。あ、そしてこれ、あれか。なんか、ノコギリを作るときの刃かなんかですかね。ソーブレードって言っていますので、おそらくこれで新しいものを作れるのではないかと思います。一度帰ってちょっとテーブルで見ていきましょうか。さあ、ちょっと見ていきましょう。ワークベンチのティア2のところは、あ、ないな。ティア3に行かないといけないのかな。そのためにはまだ石が必要ですね。ああ、そうだな。まだちょっと作れませんね。ということで、今は諦めましょうか。弓矢の場所とか、そういうテーブルとかでも作れ、あ、ここにあるな。そう見るっていうのが一応ありますね。ただし、何も今は作れないと。まだちょっと早いんですかね。マップの方を広げていきましょうか。ああ、川があれば広げれると。あと、コールドって書いてあるところですね。ああ、ファブリックがめちゃくちゃ必要だな。ファブリックあれば、ちょっと寒い地域がアンロックできるみたいですね。
コットンの方は2つばかしファブリック作れるぐらいはありますので、1つ開放しようか。こちらの方を開放していきましょう。よいしょ。さあ、これで OK ですね。ああ、なるほど。ここからスノーの方に入れるような感じで、マップ1個出来上がりましたね。さあ、今日はちょっと遅いので、明日の朝ですね、鹿さんか誰かを買ってですね、川をゲットしていきましょうか。さあ、とりあえず、マップで、コールドを作っていきましょうかね。森のところに作れると、あー、でもな、ちょっと赤いんだけど、これ作れるのかな？こちらの方に一回置いてみよう。あ、いけますね。全然いける。新しいバイオームができました。とりあえず鹿さんを狩らないといけませんので、まあ、この白い雪のところもついでに少し覗いてきましょうか。さあ、まず鹿さんが一匹目見つかりましたね。よいしょ。よし、ゲット。近くに蜂の巣もあるので、蜂の巣も一緒にぶったたいていきましょうか。よいしょ。よいしょ。これで OK。鹿さんの皮をゲットすると。まあ、ついでにお肉もゲットですね。もうちょっと鹿さんの皮欲しいので、やっぱり少し狩りに行きましょうか。どこにいるのかな？ここですね。ここが、アニマル、あ、いたいたいた。めちゃくちゃいるな。ウサギもいますね。よいしょ。あ、これ長押しでもいっぱい弓矢出るけど、あんまり押しすぎると無駄に撃つことになりますね。よいしょ。一発でいいや。一発ずつ撃っていきましょう。弓矢はあと35本あります。よしよしよし、いいぞ。食べ物もゲットですね。キノコもゲットしていくか。さあ、これで食べ物も結構いける。よいしょ。ダメだ。当たってない。よし。これで OK ですね。これで鹿さんは倒したので、新しいユニークバイオーム出せます。さあ、そして、こちら、おじさんの隣に作ったちょっと雪国です。おお、ゾンビいた。ゾンビ硬いんですよね、これ。弓矢何回も当てないとダメみたいな。よいしょ、これでどう？ダメか、まだか。よし。さあ、ちょっといろいろと無駄にしてしまいましたが、一応これで OK ですね。よし。ボーン。さあ、ここからちょっと寒いエリアですね。ちょっと一回木から漁っていくか。木の方はブランチ。切ってみよう。よいしょ。切ってみましょうか。雪ついてる。あ、あの赤い実が新しいのかな。あ、そして、これは松ぼっくりかな。お、そしてなんか、取れたのかな？松ぼっくりだけか。さあ、ちょっと赤い実も取っていきましょうかね。おー、なんか来た。こちらの方は、あ、体温がやっぱ下がっていくのか。あなたの体温と、体温は外部環境によって変化しますと、夜になるとコールドになる可能性があり、寒い場合、オームではフリージングになる可能性がありますと、温度の変化が現れるまでに少し時間がかかります。特定の装備を着用すると、身を守ることができます。ただし、暑い気候で暖かい服を着ると、熱中症を引き起こしてしまいますよということで、あ、体温関係も一応あるんだ。あ、やばいやばいやばい。なんか、凍り出した。周りが凍り出したけど、この赤いの欲しいんだ。赤いの欲しい。やばい、ゾンビ来た。ゾンビ来た。さあ、ここ一旦離れましょうか。危ない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 。あ、やっぱこの服では寒いんですね。よし、ということで、一応夕方になってきましたが、皮は揃えましたので、新しいバイオームの方を出しに行きましょう。さあ、こちらですね。これで皮もあるので大丈夫ですね。よし、新しいバイオームゲットです。さあ、こちらが、なんだろう、これ。村ですね。勝枝村。よし、こちらだ。手紙が来たの、これですね。ということで、こいつを置いていかないといけないんだけど、森の中しか置けないと。ちょうどここですね。雪のところと、湖のところが少し空いてますので、ここに出していきましょう。よし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 。はい。ということで、勝枝村出しましたので、次回ですね、こちら勝枝村の方に進んでいきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.
Thank you.